と、はい、あっちに動かしたいから運んでくれへん。いや、嫌ですけど。は、橋口くんってそんな空気読まれへんやつ。いや、ちゃうちゃう。あれ教えて、身長と体重。ですね、173cm の56、うん。あれ、パン屋さんで、なんていうの、真ん中にソーセージが挟まってるやつあるやん。ホットドッグ。そう、ホットドッグの真ん中が生クリームバージョンのやつあんねん。へぇ、それ買ってきて。そういうさ、俺がパ、自分がパシリに使われてるよみたいな動画だけ撮らんでいいから。証拠動画っす。行ってきます。いいから。あ、ちょっと橋口来て。はい、はい、お願いします。俺さ、ちょっと、はい、あっちに動かしたいから運んでくれへん。え、嫌ですけど。はけど。嫌です、嫌です。え、嫌とか何。え、だってミラノコレクションで出場しとったタキシードじゃないですか、貴重な。失礼で。そんな大事なもの僕ちょっと運べない。いや、絶対嘘、絶対あれやろ。ちょっと重たい荷物持つの嫌やなと思ってるやろ。いや、そんなもうミューズの宝じゃないですか。もう橋口好感度下がるわ。男の子やのに力仕事を一生懸命働いてる社長にさせる悪いやつみたいになるわ。なります。なる。じゃあちょっとやって社長、すごい角度。お腹すきましたね。え、全然すかへん。え、いや、ていうかさ、私さ、今日かなり会食続きでめちゃくちゃやばかったからダイエットまでいかんけど、ちょっと今日はちゃんとしたいなみたいな感じ。お腹すいたっすわ。でもは、社長聞いてくださいよ、うん、僕ね、つい、うん、に4キロ太ったんですよ。は、4キロも太った。何をやってる。実は1日ビッグマック2個絶対食べるっていうルールを自分に課してて、うん、え、それ毎日。毎日。それ1ヶ月でどんだけ食べるの。今25日目なんで、うん、50個食べてます。めっちゃやばいやん。やばないですか。ちょっと待って、言葉選ばずに言うとキモいねんけど。いやいや、でも、いや、でもあれなんですよ、そんなに頑張ってもまだ標準体重より5、6キロ少ないんですよ。マジ空気読まれへんよ。マジ空気を走る時ってそんな空気読まれへんよ。ちょっと、いや、ちゃうちゃう。焼肉行きません。マジ近づかんとって。焼肉行きません。しばらく近づかんとって。マジで鬱陶しいねんけど。焼肉行きたい。いや、もう今な、あれ、我々利害関係一致しないから。しばらくの間離れよ。チキン南蛮でもいいですよ。いいな。社長、なんか思ったんですけど、いや、社長って僕関わらせていただいたの最近だったじゃないですか、うん、まあ、世界4大コレクションのミラノコレクションとか出展してるすごい社長って聞いてたんですけど、まあ、あんま実感なかったけどマジですごいですね。本当すごい人だったんですね。あ、なかったけどってさ。あ、でもほんまに橋口君さ、マジ扱い雑やんな。いや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 。まあでも私もなんかあんまり気使われて、なんか社長社長みたいな感じでされるとちょっとやっぱしんどいやん、こっちも気使うから。で、正直橋口君あんまり気使ってくれへんから、私も気使わんで済むから、なんかそこは楽だなと思う。あー、いや、でもちょっとほんまにすごい人の付き人になりたいなって最近ちょっと。だってあれやもんね、ロサンゼルスって言ってからさ、ジェット乗ってさ、リムジン迎えに来ててさ、橋口君キラキラしすぎてさ、子供みたいで可愛かったわ。ありがとうございます。橋口くんがチラ見えして細っと思ったので、身長と体重を教えてください。めちゃめちゃそんな取れ高ないやつで大丈夫ですか。だってあの動画めっちゃ盛り上がっとったよ。どの動画ですか。橋口くんがなんかパソコン越しにさ、この今見えてる姿が映ってたやつ。もうよかったね、まだ人気があってね。まだね、まだ味しますよ。早く教えて、身長と体重。ですね、173cm の56、キロ、うん、すごいな。全然嬉しくないねんけど、56キロとか173cm で男子で言われても。でもね、言っても確かにムカつくけどスタイルはいいです。ありがとうございます。社長、ちなみに何キロですか。頑張れー。橋口くんよりも軽いから。あ、ほんますか。ほんまやって、うっさ。いえー、どうしようかな、ちょっとずつしちゃってね。妻と仕事しやがって。橋口くんに質問来てます。社長の付き人をして早2年ぐらいが経ったと思いますが、はい、この2年間で橋口くんがここまで成長した理由は何ですか。成長した理由は一番は社長の近くにいっぱいいたからです。近くにいっぱいいたら何で成長するの。正直2年前の僕のことはあまり覚えてないんですけど解釈力僕はあったと思います。めっちゃ。なるほどね。例えば今までの僕やったらネガティブに捉えてたりとか、テレビのニュースとか街歩いてても何も感じにかったことも、なんかマインドとかお話聞いてると、あ、これってこういう発信の意図があるなとか、すごく思いの話とか気持ちの話とかやってると、まあ、ポジティブとはちょっと違うんですけど、解釈力かなって思います。解釈の仕方が変わっていったってこと、はい、捉え方が変わっていったってこと、すごいね、それめちゃくちゃ大きいやん、人生変わるやん。変わってます。